衝撃アーセナル冨安さん、まさかの FW で決勝ゴールの起点に。冨安特攻マジでクサ、気さくすぎて笑うわ。うおー、ありがとう。ちゃんとシュートコース開けるために避けてて偉い。ツートップの一角かよ。まさかこういう結末とはな。守備固めであり攻めのオプションでもあった。これはもうアーセナルさんが優勝なのでは。気さく FW トミーで勝利。だから冨安攻撃しろと言ったんやで。相手誰も警戒してないんだから。冨安のはもはや予想外の奇襲だから、そら成功する。アーセナル世界最強、冨安世界最強。冨安 SB で入っていつの間にか IH にスイッチしてたな。冨安途中からなぜか完全に IH だったし、あんなん誰も止められないわ。ありがとうございました。最高の試合だった。ええもん見たわ。冨安めっちゃいい仕事したな。なんで最前線でヘディングしてるねん。ボローニャ時代もたまに気さくしたよな。トミ、いきなりドリブルしだしたりミドル打ったり、これからもどんどん見せて。冨安はヘディング強いからね。一つのオプションだったんだろうね。それが決まった。もしかして冨安とハバーツの2トップあり。冨安は何でもできる選手だけど、なぜか DF やってるだけだ。 FW やったら得点量産でしょ。冨安昔よくいた連中 FW やん。トムのポストプレイやばい。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。